それでは今日は、179市町村回り切った大輝さんにキャンピングカー生活について何個か質問していきたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは最初に、はい、この旅の走行距離教えてください。あ、走行距離ね。はい、走行距離実は測ってないので分かんないんですけど、はい、意外と北海道この一周179市町村回るのって5000キロくらいなんですよ。多分もっと多いと思ってたと思うんだけど、確かに少ないですよね。で1市町村あたりで、まあ、取材とかいろいろちょっと回ったとかいうので、はい、まあ、10キロ20キロ走るっていうのを加味したら大体1万キロくらいかなっていう。だから2年弱で1万キロくらい。あ、そうだね。一般的なサラリーマン北海道の場合は1年1万キロって言われてるんですけど、はい、それよりも少ないの感じですね。そうなんですね。はい、そうですね。ちょっと意外でしたね。でしょ、はい、ね、もっともっとあると思ってました。そうなんですよ。わ、はい、かりました。じゃあ次の質問に行きたいと思います。はい、はい、そもそもどうしてキャンピングカー生活を始めようと思ったんですか？あ、まあキャンピングカー生活を始めようと思ったのはコスト削減ですね。もう取材をねしようと思ってて、北海道各地の取材を行きたいなと思った時に、まあ、札幌に住んでたんですけど、まあ、札幌から通うっていうとどうしてもお金がかかっちゃう、うん、その場でね生活できて、うん、その場で編集とか全て終わらせれるようにって言ったら、うん、まあ、ホテル取ったらいいのかなと思ったけど、やっぱね札幌の家を借りているお金ももったいないし、そしたら現地でそのまま生活しながら次々行けたらいいなって、毎回ホテル取るのもやっぱ高いなと思って、それ車にしようかなと思ったんですけど、車だとやっぱ冬死んじゃうんじゃないかなとそれが思って、あ、キャンピングカーっていうのがあるっていうのでキャンピングカーにしたので、まあ、コスト削減のためっていう形ですね。まあ、そっから入ってこれ唯一無二のね、はい、キャンピングカー生活の大旗となったわけです。まあ、そうなったんです。僕としてはそういうイメージ作りっていうのはあんまなくて、あ、コスト削減っていうだけでやったんですけどね。らしいですねはい、そうですか、そうですか。実際にキャンピング生活をしてきたわけですけども、はい、生活の中でまずはいいところをちょっと教えてもらったら。キャンピングカー生活のいい面ってことですかね。そうですね。はい、今言ったようにやっぱあれですね、現地でそのまま、うん、撮影編集アップまで完了できるっていうのはやっぱりいい面ですね、うん、じゃあ逆に、まあ、大変だったところどうでしょう。あ、大変だったところはやっぱりその編集とか動画アップって言っても電気が必ず必要になるんですけど、キャンピングカーって電線通ってるわけじゃないので電気が限られてるんです。この中でしか、うん、この中に蓄電しながら進むっていう形になるので、ここに電気を蓄えるのに、まあ、太陽の力を借りてソーラー充電だったり、まあ、キャンピングカー走ってる時の走行充電だったり、あとは発電機を持ち歩いてるんですけど、発電機をね外にちょっと大きい駐車場とかでね、うん、外に置いてそれでコンセントを挿して充電するとか、うん、あとはね取材先とかでコンセントをお借りして、うん、そちらでキャンピングカーの充電をさせてもらうとか、そういった形の電気作りっていうのがすごい大変でしたね。はあ、じゃあ常にもう電気のことは頭の片隅に。いや本当そうです。電気がないと本当に何もできなくなっちゃうので元気はあるんですけどねうまいはい、じゃあ次に、じゃあ気をつけてたところ、なんか回る上で気をつけてたところってありますか？あ、キャンピングカーでってことですか？はい、キャンピングカーで回った上で、うん、やっぱりこんだけ目立つんです。僕のキャンピングカーってすごい目立つんですけど、ね、大輝の大冒険って書いてて、はい、まあ、ペイントも結構目立ったりするので、うん、まあ、大輝って書いてるわけです、うん、もうこの中にいるのは大輝って分かるわけなんですよ、はい、知らない人でも分かるんですよ、はい、なのでその分マナー違反をしない。これはね、書いてるからとかではないんですけど、はい、まあ、さらに十分にってことですね、はい、さらに気をつけるっていう意味で夜19時から朝7時まで、はい、大体ですね、はい、は騒音を出さないようにっていうことで、さっき言ったエンジンをかけて充電とか、はい、発電機回して充電とか、はい、それ音が出てしまうので、はい、回さない、うん、だからいくら電気がなくても、はい、そこで音は出さないっていう風にしてたので、そういった部分で気をつけてたっていうのはありますね。そうなんですね。そんな独自のルールもしっかりマナーを守りながら、そうですね、あったという、そんなところもあったってことですか？はい、はあ、そうかそうか。じゃあ次に、もっとこうすればよかったなみたいな、こう反省点はあったりしますか？こうすればよかったなは僕の考えではあんまりないですねはい、こうすればよかったな、
いやあんまりないかな。なんかこう最初あのスタート時点では揃ってなかったグッズももちろんたくさんあったんですよね、その電気関係とか。そうですね、はい、そういった意味ではもうスタート時点からもうちょっと準備すればよかったなとか、うん、あんまり思わないですね、そういうのは。もうやってるうちに準備していくっていうか、知らないことなんで仕方ないし。そうですね、うん、やってる常に常にその時はベストパフォーマンスを尽くしてるっていうつもりでいるんで、ただそれがねグレードアップしてくるのは、うん、まあ、当たり前なんで生きている以上、うん、だからこうすればよかったなっていうのはないかな。 ここあんまりないかな、うん、今こうしていこうっていうのはね、こうしていこうっていう未来についてはあるかもしれないけど、はい、過去についてこうすればよかったなっていうのはない。でも強いて言うならっていうのだったら、はい、分かんないないやなんだろうな。いやでも今を生きてるから、今をベストで常に生きてますからね。そうですね、あまり後悔がないというね生き方っていうのはここで聞けたから。後悔、そうですね、うん、ない。難しいですね、うん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 、難しい。意外にねこれみんなで聞いたら色いっぱい出てきそうですけど、今大輝さんからないということで。もちろんなんかねあればよかった、そのね電気の関係とか、うんうん、もっとあればよかったなとか、なんだ楽だったとか、まあねもうちょっと何かできたとかあるかもしれないけど、うん、いや難しいですね、そういう考え方があんまなくてすいません。いやいや、ありがとうございます、はい、これはまた なんかねちょっと深い質問になりそうで、また今度ちょっと聞きたいと思います、はい、メンタリティのところね。はいはい、はい、じゃあ次の質問ですね。これちょっと一番聞きたいかなと思うんですけど、真冬はどうやって生き残ったんですか？あー真冬ね、はい、そう北海道の真冬はね、はい、雪がすごいし、はい、マイナス20度とかね、はい、いやいや行っちゃいますから。はい、意外とですね、はい、キャンピングカーの中あったかいんですよ。そうなんですか？あの暑いくらいあったかくて、はい、ヒーターがあるんですけど、うん、それもね電気を使うんですよね。電気と、このメインであるディーゼル軽油を使って中を温めるんですけど、うん、暖かさっていう面ではもうヒーターでずっと使ってるんで、この格好くらい、本当暑いくらい、ヒーターをほぼ全開で使うんですよね、はい、あんまりなんか調整してしまうとすすが溜まったりとかするので、なるべく全開で使うのがいいんですけど、ちょっと窓開けたりとか、そのくらいするんで。マイナス20度で窓を開ける窓をちょっと開けるくらいと か, だからそのくらい結構熱くなるんですよね。なので暖かさには大丈夫、ただ電気がなくなると絶望的に寒くなるじゃあ 冬山登山みたいな格好しないとダメになるわけです。そうですね、なんで19時以降に電気がなくなってしまうとやばいので。やばいです。でも回せないので、うん、自分のルール的には回せないので、うん、あのドライブをするっていう形になるんですね。ドライブならまあ騒音とかではないので、そんな形でしのいだり、あと大雪にはそんなに当たらなかったんですよね。はい、であとはですね、大雪降ったらあんま動かないようにしようっていうのを心がけてましたね。はい、そんな感じで生き残りました2シーズン。おかえりなさい、はいはい、はいはい。じゃこれもちょっと気になってたんですけど、食生活の内容について教えてくださいっていう。食生活の内容ですか、はい、何を食べてたかっていうと、まあいろんなものを食べてたんであれですけど、うん、いただき物がすごい多かったです。差し入れだったり、まあ、農家さん漁師さんの取材をしたりもしてたんで、はあ、その方々からなんかこれ持ってけよとか、うん、これ持ってってっていうのとか、まあ、取材したそのものをもらったりとか、うん、あとは視聴者さんですね、はあ、視聴者さんだったり見かけてくれた人が頑張ってるんですね、頑張ってくださいみたいな形でいろんなものを差し入れしてくれて、それを食べてて、はい、僕自身あんま好き嫌いがないので、本当にいただいたもの全部美味しく食べさせてもらったっていう形です。うわありがたいですね。本当にありがたい、本当にありがたい一つ一つがもう大輝の体を作ったわけですね。そういうことです。はあ、これはすごい、はい、それではそれでは次に、大輝さんのキャンピングカー生活おすすめメニューですね、これを聞きたいなと。あ、食事で、はい、やっぱりキャンピングカー生活でのおすすめって言えば、はい、レトルトカレーですねいやマジでお米を炊いて、炊きたてに、ね、沸騰させたお湯でさレトルトカレーを温めて、はい、かけて食べる、うん、うまいんすようまいっすようまいっすよ伝わります、はい、カレーはもうねうまいっすからね、うん、うまいです。そうかそうか、大変お世話になりました。外で食べるキャンプでのカレーもいいですけど、キャンピングカーのカレーも絶品だと。いや同じ感覚です。はーはーはー、同じ感覚ですね。それでは、キャンピングカー生活のざっくりしたこう
コスト的な部分をちょっと聞きたいなと思うんですけど、どのぐらいかかるんですか？コストですね、うん、まあ、家賃っていう感じで言うと、まあ、車体価格がこれいろいろあるんで、まあ、車体価格はまあ数万円として、うん、であとですね、燃料費、さっき言ったように1万キロくらいしか走ってないので、はい、まあ、それに換算してディーゼルがいくらかかかるかっていうので、うん、まあ、月1万もかかんないくらいですね、うん、まあ、それは走る分に応じてですけど、うん、あとは、まあ、食費は本当ね、いただき物が多かったんでほぼ0円、うん、取材でいくらか使うくらいで、はい、あと通信費か、スマホとか、うん、そういうパソコンの動画編集ソフトとか、うん、そういうのがあるので、それが、まあ、2、3万くらいしたかな、多分そのくらいしましたね。全体的に言うとキャンピングカー生活する上で僕自身は10万円あれば十分ですね、月は。全部合わせて税金関係とか保険とかも全部合わせて、うん、10万円あれば十分っていう感じの生活をしてました。割と低コストでしたね。これもなんかイメージもっとかかるのかなって思ってますね。そうです、だから家に住んでる時より安いですね、うんうんうん、本当に安いですね。そうですね、はい、はい、じゃあ最後の質問です。はい、はい、キャンピングカーと地域の住民との交流について何かエピソードがあれば教えてください。あのキャンピングカーっていうのは結構多くなってきてる今、再普及してね、結構多くなってきてるんですけど、まだ少ない、珍しいってのがあって、やっぱキャンピングカーに興味を持ってくれる子供もそうだし大人もそうだし、すごい興味を持ってくれて話しかけてくれたり、で中見せたらすごい大喜びして、子供が見たいんですって言いながら大人も見たいんじゃないかっていう時も子供出しに使ってる、いや結構あるじゃないですか、そういうのもあると思うんですけど、気持ち分かる。そのくらいやっぱりみんなが見たいで、見れてなんか、ああよかったねとか、今度こういうのもやってみたいなとかっていう人たちがいるので、このキャンピングカー自体も話のきっかけになるし、まあ、大輝の大冒険で YouTube の QR コードが書いてるので、 YouTube やってるんですかっていうね、その YouTube っていう交流もあるしっていうので、まあ、その地域住民の方とお話ができるっていうツールには、まあ、かなり役立ったのかなっていう感じはしてますね。はあ、コミュニケーションをね、これを介して取れたり、そうですね、するようにしますね。はい、はい、それではありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、本日はじゃあ、キャンピング生活について、はい、はい、質問させていただきました。 ありがとうございます。はい、またよろしくお願いします。はい、はい、違う回もあるっていうことですか？あ、そうですね。あ、もう違う回をどんどんこうね、何個か分けてるような感じなんですか？はい、あ、深掘りしていきたいと思います。そうですね、ちょっと、はい、ちょっと心の準備しておこう準備しておいてくださいよ。はい、はい、そしたらまたよろしくお願いします。はい、また次の動画でやりましょう。はい、またやりましょう。ありがとうございます。